マイケビン。私、ジュン選手と申します。よろしくお願いします。お願いします。いや、何も打ち直口1ミリもなかったですよ、今。なかったな。なかったな。なんか今、外国人の方が日本語を流暢に喋ったぐらいびっくりしました。はい。はい、ということで、うん、珍しく国際通りに、はい、そう来ているんですが、はい、場違いだな、俺たち。いやマイコは全然大丈夫、俺だ。いやいや、大丈夫ですよ、全然。ということで今日は何をするんですか。はい、ウチナーグチしりとり。ウチナーグチしりとり、はい、ただのウチナーグチしりとりではございません。はい、ルールがあるんですね。そうなんですよ、はい、国際通り結構いろんな店舗があるさ。確かに、もうたくさんありますからね。中入っていったらもういろんなのがあるわけよ。もう本当にありますからね、いろんなのが書いてる看板。あ、看板でしりとりします。例えばメンソーレって書いてる看板だったら、はい、このレから大丈夫か。ああ、わかりました。そう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 、はい、それで、3つ探したらまあクリア。わ、はい、かりました、はい、で、まあ、最初なんですが、こっち自分なんかがオリジンお笑いライブって言って、はい、商店券ね、よくもここで、はい、第3土曜日、第4だ、第4土曜日、第4土曜日、しょっちゅう来るでしょ。はい、もう第4土曜日にしてますので、ぜひ来てください。はい、第4土曜日やってる、こっち那覇市の天物館、天物那覇さん、はい、こっちからスタートということで、いいですね。天物、はい、天物の意味は何ですか。おへそ、おへそ。天物から始まるから、はい、す、じゃあ次は探しに、すを探しに行くんですね。すって結構ないよ。いや、だからよ、スシロー。いや、めっちゃカタカナ。スキヤ。違います。その前に沖縄じゃないそうそうそう、うん、ちょっと中に入っていかないと分からんから、ね、じゃあとりあえず探していきましょう。はい、行きましょう。はい、はい、住まい選びのお手伝い、ウエンマ不動産。確かにあってほしいですけどね。でも不動産、うん、あ、そっか、そっか。こっちは国際通りだけど、中身ってすごいよね、はい、すごいです。でそれと、今日めっちゃ観光客多くないですか。いや、もう最近はもう多い、もうすごいよ。こっちが平和通りだな。平和通り商店街。はい、平和通り商店街。はい、ねえ、やっぱうちなーや、ね、あ、いいね。別のところに行ってますよ。ミージャ、ミージャっていうんで、スーですよね、アウトです。あ、チンスコ。あ、ね、なんか沖縄の風感じられるね。いや、なんか聞いたことありますけど。こういうところに回ったらいいんじゃないか。ないですね。ないか。食べ物系だったら酢めっちゃありそうじゃないですか。うん、どう、うちのあぐつだったらいいよってさ、酢。いやー、花笠食堂、酢花笠食堂、まあ、サンド美味しいですからね。最近ラムちゃんと1週間ぐらい前に来た。あ、行きました。で、俺カバン忘れた、もらったカバンがあるさ。あれ、こっちに忘れて、忘れたんですね。で、ここにですか。そうそうそう、で、はい、そのまま天物に行ったわけ、はい、そしたらよ、事務所に電話かかってきて、はい、花笠食堂の店員さんが、はい、まあ、純選手が来てたっていうのは分かったんだ、はいはいはい、それで俺の事務所調べて、はい、そっちに連絡来てたんです。へえ、すいません。優しいですね、でもちゃんと調べて。そうそうそう、このカバンの中が、はい、から何もなくなるのが普通さ、はい、多くなった。あ、多くなってたんだ。まだ、いや、ここに来たらちょっと表現すまぬね。はい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 、すちか。いや、本当にありえるんですよ。だから食べ物系ですよね。うん、右行きます。オッケー、じゃあまっすぐ行こう。はい、まあ、いやいやいや、見つかります、見つかります。右行こうか。右行きましょう。あり、お祝いの時に総括とか、カジマヤするさ。こんな子供の衣装とか上等ではない。かわいいですよね。ビンガタ失礼します。すいません、ビンガタ。おっ、いた。ジュン。いた。
これって3つって簡単にクリアできそうさ、だけどこんだけ多分難しいよ。難しい、うん、あ、ジャジャマルだ、懐かしい。あれ、わかる？わからん、わからん、わからん、ジャジャマル、ピッコロ、ポロリー、わからないです、くるわからんの。え、子供番組のやつですか？そうそうそう。あ、じゃあ自分の時はまた違うキャラクターだったかもしれない俺、ジャジャマル好きだったば。あ、宇宙選手、宇宙選手、スガマ、あ、スガマは焦点、スガマは待って、検索しよう、検索しましょう。スガマね、はい、店員さんに聞いてみよう。すいません、ごめんなさい、スガマって沖縄の苗字ですか？スガマって宮古、宮古、あ、そうなんですか。すごい、じゃあ沖縄、スガマ商店って沖縄ですね。スガマ、気づいて、あ、そうだ、しりとりだったらダメなんですね。最後にんがつく、んがつきますから。すが、うん、じゃあ、すが、すがまだけじゃダメなんですか、取るの、このルール。だから、んだったら、んの場所を探さないといけないから。だからもう、すがま商店は、もう惜しいっていうことだ。惜しいことにしますか。すがまなんとかだったらいいけど、うわー、ようやく見つけたのに。確かに、ショック。ちょっと。よく見てるよ。ありがとうございます。すいません、ニフェーデル。面白いから。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、惜しい、沖縄だったらいいな。惜しい。あ、だったら精進できないですか？精進できない。うわー、あ、でも希望は見えてきた。見えてきたな。見えてきましたね。だからちゃんと見てよ、この上の肩書きがあるさ。え、水上店舗、水上店舗どういう意味だ、どういう意味ですかね。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってよ。水上店舗、水上って言ったら水の上、いや沖縄かな。お願い、沖縄で。私本当に本当に本当にちょっと本当に水上沖縄って調べてもらっていいですか？水上沖縄、はい、沖縄頼む、出てこいよ、お願い。ちょっと聞いてみよう。すいません、あ、ごめんなさい、こっちの水上って書いてるのの意味って分かりました？お店の水上の意味、水上って書いてる。 あ、お父さん、お母さん、あ、あ、すいません、水上店舗の方ですか？水上店舗の、はい、の方ではないですか？この水上、この水上ってどういう意味かなと思って。方言ですかね？こっちの人でも知ってます。あ、本当ですか？はい、ちょっと聞いて、頼むぞ。平さん、平さん、すいません、ごめんなさい、すいませんね、あの、こちらの隣に水上店舗って建物があるんですけど、この水上っていう意味ご存知ですか？ご存知？お、何ですか？こっちはね、はい、前は、はい、あの、なんだ、前ダイナハとは何だ？あ、ダイナハありましたね、あの、昔。そこもね、前、そこの前の通りね、川の。はははは。50年ぐらい前。はいはいはい。ここに蓋をして。うん、これが建てる水上店舗。あ、そういうことですか。その、この下にはね、あの、川が流れてる。はは、なるほど。これは沖縄でいいんですか、水上店舗って。沖縄で。お、いいんじゃないじゃん。沖縄で水上店舗っていうのは。水の、川の絵に蓋して、水上店舗、はい。その上に店舗がありますもんね。だから水上店舗っていうのは、そういうこと。じゃあもう OK さ。ですよね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ニフェーエビン。水上店舗。ちょっとでも水上店舗、一回聞いてみます。なんて。ああ、そうだな。確認取ってみます。水上店舗っていう名前にしたそうなんですよ。
これは丸ですか×ですか。はい、じゃあ純選手、はい、水上テンポはギリ OK ということで、はい、ありがとうございます。ギリを水上テンポ、そうですね、水上テンポ、なのでポ、次はポ、あ、ポはもういけますよね。ポってことは、分かった、あっち行きましょう。はいはい、マミナ、マミナエビナさん、はい、お母さんの血が芝居味噌利用、ありがとうございます。あ、こっちのでいい匂いします。テレビよりは黒くあげる、ウェイエビンだ、あ、よかった、行ってきます、ありがとうございます。こっちポーは私、うん、これってもう確実に見つけれそうなとこに行ってもいいんですよね。そうだな、1個行っていいですか。あっち行きましょう、あの前撮影した、ああの、はい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 、新しく、はい、どこでしたっけ、こっちかな、あれ前手がやん、さあ、あれかな、とりあえず3くらい、おお、いいですね、なんかこういうちょっと昔っぽいレトロなあの看板結構ありますよね。マシアイビーじゃん、まあ、いっか、お前いくよ、お前いくよ。すごいな、まさかの、ポーズでも、したいですね、あの、ね、あの、ここのバーで一緒に行きたいですね。行きたいな、な、ヌーヤルバーガー、ジェフがある、ジェフありますよ、ここはヌーヤルバーガー、ゴーヤーバーガー、美味しいですよ。電気商店も人気だよね。そうなのかな。あ、ポポポポか。さっきがあ、でもスマイルだから。まあ、もう完全に見えますよ。完全に見えますよ。この前お邪魔しましたね。私の友達もよく来ますよ。あ、センベロ。はい、センベロで。わあ、こっち懐かしいんだよな、本当に昔こっちでさ、はい、こっちこっち、はいはいはい、こっちでオーライレベル、 あれですよ、私アイドルしてる時に、うん、多分同じ人の方と一緒に舞台なんかで、マジで、はい、同じ舞台でした。昔よ、はい、そうです、めっちゃもう10年前とかですよ。10年前ぐらい、そう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 、わかりますわかります。あ、そうなんだ、一緒一緒。俺もいたんじゃない、もしかしたら。いたと、あと、いたと思いますよ、多分そういう、うん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 、10年前か、すごいな。いやその時からうまいこと、そうそうそう、お仕事してた、そういう活動してたからな。面白いですよね、うん、どういうわけや、うん、え、この線で狙うのやるんですかね。お母さんです、こっちです。あいえな、もったいないかもしれない、やりたいことや、他を見たねや。さあ、舞子が言った公設市場、そうです、はい、こっちにあるんですよ。あ、ちょっと見てみる、ありありあり、看板が、看板が違う、福助の卵焼き、やってるとか、あるかも、あるかも、あるかも。え、ってことは、あっち、あっち行きましょう、あっち、あっち行こうか。で、え、どうします、どっち探します。今日これ、あれあり、あいたい、あーヤビン、シワナコヤビン、あーニフェヤビン、嬉しいね、嬉しいですよ、本当に。あー紙芝居の、ありがとうございます、ありがとうございます、あいたい、ありがとうございます。
今日はもう今日は国際通りを、はい、あのぐるぐるしてます。あっちゃあっちゃして。はい、行ってきます。おー、パーマワード。こっちの奥にあの高校校があった金魚質問ですよ。そうなの。あれ、私の記憶が間違えてなければ、うん、こっちの左です。マジで言ってる。わからないですよ。なかったらもう今閉店中です。ちょっとあった記憶がある。まあまあまあ。あ、ないかも。探そう。じゃあ重点じゃないや。ない。あっち行こう。看板。こう。頭がおかしくなりそう。もう本当に。ほっぽうしそう。ほっぽうしそう。ハトになりそう。一回、もしかしたらで、はい、もしかしたら。クリア。だからじゃあ最後に一旦一応じゃあマー探す。じゃあマー一回探します。スッキリするか、うん、そうですね。一回ちょっと、はい、じゃあ一応今見つけたからよ。はい、またじゃあマー探すか。マー探しましょう。じゃあいい一応、うん、あでも、まあ、確かにポポで終わらすの最高ですけどね。お店の名前がポーツマイでしたよね。はい、さい。はい、さい。ああいうでも便利なんだ。一応3つでクリアってするけど、まあ気持ちよく。気持ちよく終わらせるために。漫画倉庫とかないか。めっちゃ日本語。これ面白くない？今沖縄こういう遊ぶところがあるんですよ。どういうこと？普通にあれです。パンパンです。えパンパンもらえるんだ。こんなのがあるの。どこに今来てるかもわからんくなってきてる。わからないですね。まあ、歩いてにぎわってるね。これ平日園の。いや、これ日曜日とかじゃないですかね。土曜日とか平日。だからね、きっと最初に何から始めましたっけ。天物で、水上小、水上店舗で、ポーポあポータマのポーポータマ。もう終わりたい。二週間かけてますからね。そうですよ。いや、なんか不思議ですよ。だんだんおでこがティカティカしてきたよ。看板だとこっちから始まったからね。まあちょっと戻りながらもしかしたらあるかもしれないから。はい。駐車場に戻りながら。こっちだけじゃないからね。見つけた見つけた見つけた。今ミラクルミラクルミラクル。ミラクルすぎるそれは。マジやー。
や、見て見て見て、もうこれがマジで探し求めてた。そうだよ、俺ですよ。こんなに見つけたら嬉しいもんなんだな。はい、マースっていうのは、はい、沖縄の方言で塩の意味。そうです、マース。だから塩屋さん。そうですね。よっしゃー、オッケーだ。オッケーじゃない、ね、オッケーです。オッケー。はい、ということで、まあ、はい、クリアしました。クリアしました。はい、よかった。いや、よかった。まあ、最初はちょっとどうなるかなと思ったんだけど、はい、最後は結構マーなので、うん、マキシとかで終わると思ってたんですよ、私。だけど意外とマキシって言葉がないから、うん、あれと思ってて、はい、歩いてたらマースが出てきて、超奇跡。奇跡だったな、今の。マジで奇跡ですよ。本当にこの国際通り近辺、待ち回りしてたんですよ。はい、はい、あ、してましたね。ね、うわー、最高でしたね。はい、ということで、はい、まあ、しりとりは OK じゃないでしょうか。OK です、絶対に。ね、はい、はい、ということで、トワルセクヌトークのゆたさんでチームでチャンネル登録、アンサリ、高評価、ボタン、エンタサルグッドの未経された。せーの、沖縄チャンネル、せいやー、イエーイ。沖縄チャンネル T シャツ発売中です。動画の概要欄から購入できます。自分がロゴをデザインしました。買ってねー。